ヨアヒム・フォン・リッペントロップ、ウルリヒ・フリードリヒ・ビルヘルム・ヨアヒム・フォン・リッペントロップ、1893年4月30日から1946年10月16日は、ドイツの実業家、政治家、コンスタンティン・フォン・ノイラーとの公認として、ヒトラー内閣の外務大臣を1938年から1945年にかけて務めた。最終階級は、 新衛隊名誉大将、ニュルンベルク裁判により、公主刑に処せられた。武装新衛隊に志願、大戦を生き延びた、新衛隊隊員、ルドルフ・フォン・リッペントロップは長男。ラインランドのベーゼル、に、リハルト・ウルリヒ・フリードリヒ・オアヒム・リッペントロップ、リチャード・ウルリヒ・フリードリヒ・オアヒム・リペントロップの子として、生まれた。出生時の名は、 ウルリヒフリードリヒビルヘルムヨアヒムリッペントロップ。父はプロイセン不評連隊を指揮する陸軍中佐だった。母ゾフィー、旧姓、ヘルトビヒはザクセンの地主の娘だった。当時のドイツでは異例のことだが、彼はドイツとスイスの私立学校で重大代半ばまで教育を受けている。フランス語と英語に堪能であり、1910年から1914年にかけて、 ドイツワインの貿易商としてカナダで働いた。ここの事業で成功を収め、モントリオールやオタワの上流社会の一員となった。イギリス総督府のあったデューホールでの祝典にも必ず招かれる常連の一人となった。しかし1914年に第一次世界大戦が勃発し、ドイツとイギリスが敵国となるとリッペントロップはイギリスに身柄を抑えられることを避けるため、急遽、 ニューヨーク経由でドイツに帰国した。この頃肺結核を患っていて動けなかった弟のローターはカナダへ残り、そのままイギリスに拘束された1918年に死去している。帰国したリッペントロップは直ちにドイツ陸軍に入って東部戦線に従軍し、中尉まで昇進して一級鉄十字章を授与されている。1918年4月に、 東部戦線で負傷した後、中コンスタンチノープルドイツ大使館勤務を任ぜられている。このコンスタンチノープル時代にハンスフォン・ゼイクト将軍やフランツフォン・パーンの地遇を得ている。ドイツ敗戦後にはゼイクト将軍の副官としてパリ講和会議に参加している。ベルサイユ条約に身近で接しただけに屈辱は大きかったことを後に改装している。1920年7月に 裕福なシャンパン醸造家の娘アンナ・エリーザベと、ヘンケルと結婚し、商売のため、欧州各地を転々とする。アンナ・エリーザベとは、傲慢な女性で、夫を完全に支配下に置き、しばしば、マクベス夫人的存在と評されている。夫婦は五人の子を設けた。立ントロップはおば、その夫は、貴族称号を持っていたに自分を養子とするよう、頼み込んだ。 結果として立憲トロップは貴族称号、本を名前に加えることとなった。バイマル共和制時代には立憲トロップが政治に関心を持ったり、反ユダヤ的偏見を明らかにしたような形跡はない。立憲トロップは1930年に初めてアドルフ・ヒトラーに会った。貴族である上に外交官の経験もあり、他国の高い地位の人々とのつてを多く持つことから、 ヒトラーは立憲トロップに好印象を持った。1932年5月に立憲トロップはナチ党に入党し、1933年ヒトラーが首相に指名されるまでの一連のフォンパーペンとヒトラーとの秘密会談ベルリンの自宅で設定するなどの支援活動を行った。ヒトラーはこれらの貢献を高く買っていたが、立憲トロップはナチ党にとっては新参者だったため、 子参の幹部たちからは妬まれることになった。特に、貴族ではないものの貴族的趣味を愛好した、ヨーゼフ・ゲッペルスは、フォンの称号を持つリッペントロップにコンプレックスを抱いており、激しい嫌がらせをした。ゲッペルスの嫌悪感はその日記にも現れており、次の記述がある。フォンリッペントロップは名前を買い、金銭目当てに結婚し、そしてまんまと感触にありついた。こうした、 敵大使への対抗からか、立憲トロップは、強心的あるいはギガ的とまで言って良いほどの強固な、ナチズム信奉者、反ユダヤ主義者になっていった。立憲トロップは、ヒトラーお気に入りの外交政策アドバイザーになっていった。ドイツ外務省のエリート職業外交官たちは、少なくとも、ナチス政権下のドイツの初期の時代にあっては、国の情勢について、 ヒトラーに真実を伝えていたが、立ントロップは、都合の良いことだけを伝えていた。彼は1933年に、新英隊名誉大佐の称号を与えられた。新英隊全国指導者のハインリヒヒムラーとは一時は、友好関係を保ったが、最終的には敵対関係となった。1933年11月、立ントロップは、 非公式の外交特使としての働きを開始する。最初は、ロンドンを訪問、首相のラムゼー・マクドナルドと、外務大臣のジョン・サイモンと会談を行っているが、特に主要な成果は得られなかった。1934年には、影の外務省とでも言うべき、立憲トロップ事務所、あと2、と、会省を創設した。彼は、外務省と張り合い、コンスタンティン・ノイラと外を、 あらゆる局面で出抜こうと努めた。当初、ノイラートの方では立憲トロップを軽蔑していた。英語とフランス語は置くとしても、綴りや文法に誤りの多いドイツ語しか書けない人間は、警戒するにも値しない、との考えだった。一方で1934年にヒトラーは、立憲トロップを軍縮問題担当全権代表に任命した。これは、 形式的には立憲トロップが内務省の一員でもあることを意味していた。この軍縮全権代表の地位を利用して彼はロンドン、パリ、ローマを頻繁に行き来するようになった。当時のドイツは軍備制限の具体的内容に関する提案には常に反対し続けていた。立憲トロップに課せられた使命はドイツは真摯に軍縮を行う意思があると他国に思わせる一方で そのような軍縮が具体的な協約として現れることがないようにするというものだった。この第一の点に関して彼はそこそこの成功を収め、第二の点に関してはヒトラーの期待以上の働きをした。彼は1935年及び日独防共協定1936年の交渉を行った。英独海軍協定に関して言えばノイラーとは 交渉成立など、そもそもあり得ないと考え、立憲トロップを長とする代表団のロンドン派遣に同意したのだった。交渉のテーブルにつくや、立憲トロップは合坦にも、サイモン英国外相に対して、ドイツの要求が完全に満足されるのでなければ、代表団は帰国すると、最後通帳を突きつけたのだった。サイモンは激怒し退席したが、驚くべきことに、その翌日、 イギリスは立憲トロップの要求を受け入れ、海軍協定は1935年6月18日、ロンドンにて調印されたのだった。この外交的勝利によって立憲トロップはヒトラーに対して点数を稼いだ。日独防協協定についても立憲トロップの功績は大きい。ドイツ外務省や陸軍上層部は伝統的に親中華民国政策を取っており、 ノイラーとも無論推進者であった。一方、リッペントロップは外務省の親家路線に反対し、国防軍情報部のカナリスや中毒日本大使館付部官の大島博と連携して日本との同盟を主張した。協定の締結はドイツにとって重大な外交政策上の転換を意味していた。同時期にリッペントロップはしばしばフランスを訪問、同地の政治家たちが 新独路線を取るべく影響を与えることを試みたが、大きな成果は得られなかった。イギリスに対しては同様の戦略はより大きな成功を収めた。彼は英国上流階級の数様な人々にヒトラーを訪問させることに成功した。リッペントロップがドイツに連れてきた最重要人物と言っていいのがデビッド・ロイド・ジョージ、1936年である。ヒトラーに面会した。 イギリス人はその多くが、貴族、引退した、政治家、退役将軍、新聞をロザーミア卿のような実業家といった人々であって、イギリス政府中枢にあって、実際の政策決定を行う閣僚級政治家や、上級官僚は少なかった。1936年8月、リッペントロップは、中英大使に任命される。彼に与えられた使命は、ヒトラーがかつて、 我が闘争で予言したような英独連携を果たすことであった。立憲トロップは結局この使命を成功させられなかったが、仮に彼より熟達した外交官でもその成功は疑わしかっただろう。とはいえ立憲トロップのロンドン滞在は失言と失態の連続であり、彼と英国外務省との以前から良好ではなかった関係がより一層悪化することになった。彼は 自分の妻とヒトラー以外の誰に対しても攻撃的かつ存在に振る舞っていたため立ントロップを知るということは彼を嫌うということとほとんど同義だったその交渉スタイルは怒号と冷淡さと長大なヒトラーライさんの入り混じった奇妙なものであった使命である英読連携が達成できないことで彼はイライラしく感じヒトラーの寵愛を失うことになりはしないかと恐れるようになり また嫌え感情を強く持つようになった。1938年2月4日、リッペントロップは、ノイラートの公認として、外務大臣に就任する。この外相指名は、ドイツの外交路線が、より急進的な方向に向かったことを意味する。戦争については慎重だったノイラートと対照的に、リッペントロップは1938年から1939年に、 かけてはっきりと戦争を支持している。ムッソリーニ曰く、リッペントロップはドイツに役難をもたらす一人だ。彼はあちこちで戦争を解くが、敵国が誰とも、目的が何とも言わないとリッペントロップを嫌っていたが、ムッソリーニがヒトラーに当てた書簡によれば、リッペントロップは、有能な外交官であると、表向きでは評価しているように見せていた。ヒトラーもそれに応じて、 リッペントロップを褒めるような書簡を送っている。リッペントロップはイギリス首相ネビル・チェンバレンを嫌をしており、融和政策をドイツが国際社会において正当な地位につく障害になると考えていた。またミュンヘン協定はドイツ外交上の敗北であるとまで考えていた。なぜなら彼の欲した戦争なしでドイツがズデーテンランドを手中に収めたからである。彼は 外務省の重要な地位にあった多くの外交官を悲免し、公認に彼自身の事務所の出身者を当てた。1943年までに外務省内のポストの32%は事務所出身者で占められるようになっていた。1938年12月6日、リッペントロップはパリを訪問。フランス外省と共に一見画期的。しかし実態は、 空虚な不都読親善共同声明に署名する。この会談の席上、ボーネが東ヨーロッパがドイツの勢力圏内であることをフランスは承認すると述べたとリッペントロップは後になって主張している。また彼はチェコスロバキア大統領エミール・ハーハを文字通り同括してボヘミア・モラビア領地方をドイツ保護領とすることに成功した1939年。 立ントロップの経歴の中でも重要な外交案件は1939年8月23日の独ソ不可侵条約調印とそれに前後するポーランド侵攻時の外交構成であり立ントロップはここで中心的な役割を得た彼はヒトラーに対しポーランドの防衛を名目にイギリスが参戦することはないと力説していた的だったリッペントロップは 第二次世界大戦勃発後のドイツによるフランス占領以降も独仏連携の下で、でシー政権に対してある限定された範囲での独立性を認めるべきだとの主張を追っていた。彼は事務所時代からの同僚を中仏大使に任命し、ピエール・ラバルの政治的地位を高めるようにとの指令を下した。軍、新衛隊、旧敵ヘルマン・ゲーリングの四カ年計画事務所など、 多くの機関が派を争っていたため、外務省のフランスにおける影響力は当初限定的であったが、九百四十三年から四十四年半ばにかけて外務省のフランスにおける影響力は新英体のそれに次ぐ位置にあった。九百三十七年以降、リッペントロップはドイツ、イタリア、日本三国の同盟によって大英帝国を分割するという考えの主張者と、 なった。独ソ不可侵条約以降、彼はこの考えを拡大し、ソビート連邦を引き入れた反ユーラシア大陸ブロックを形成して、イギリスのような海洋国家を粉砕する、といった構想を持つに至った。これは、日本の松岡洋介のユーラシア数軸構想に似ている。1940年11月に、ビャチェスラフ・モロトフが報読すると、リッペントロップは、 イギリスの敗北を前提としての構想を語った。すると、イギリス軍の空襲が始まり、モロトフは今夜爆撃している飛行機はどこの国のだとやり返した。これは二人の海岸を妨害するための嫌がらせのためだったと、後にチャーチルはスターリンに語ったという。また彼は、ヨシフ・スターリンを個人的に好んでいた。1939年8月23日の不可侵。 条約締結後のカクテルパーティーでは、シュペイヤが制作した、新大三帝国首都模型をスターリンに披露し、大いに意気投合した。後に、ヒトラーに、スターリンとモロトフは実に気持ちの良い連中です。懐かしい灯友に囲まれているようでしたと報告した。1941年のドイツの大祖戦線には、反対の立場だった。しかし、 外務大臣ゆえに戦線布告文書を手渡さなければならない。立憲トロップは酒で勇気を奮い立たせつつ、ソビエト大使で彼のゾフに戦線布告の文書を手渡した。激怒したソ連大使が席を立つと彼は大使にすがりつき、スターリンには私は戦線に反対だったと伝えてくれ。この戦争がドイツに多大な不幸をもたらすことを自分はわかっている。 私は確かに相当に反対したとの言葉を残している。リッペントロップは友好国の首脳に各国のユダヤ人をドイツが設けた強制収容所に移送するよう依頼しており、この点で彼はホロコーストに責任がある。ドイツ外務省はフランス、1942年から44年、ハンガリー、1944年から45年、スロバキア、イタリア社会共和国、 1943年以降のユダヤ人遺産に関して中心的役割を演じている。彼は事務所時代からの同僚をマルティン・フランツ・ユリウス・ルターをホロコースト関連施策担当に任命しており、ルターは1942年の万税会議に外務省代表として出席したとされている。戦争の激化とともにリッペントロップの影響力は低下した。世界の国のほとんどが 数軸、連合国いずれかの陣営として参戦しており、さらに、ドイツにとって選挙区が不利である状況では、外務省の重要性は低下するのが当然だったし、彼の任命したドイツ在外交官の長は、そのほとんどが無能な人物だった。ヒトラーも次第に、立憲トロップを煩わしいだけの男として、避けるように言ってきた。立憲トロップにとってさらなる板手は、 外務省に残存していた多くの古参外交官が1944年7月20日のヒトラー暗殺計画に関与していたことであった。立憲トロップ自身は計画の存在を多分知らなかったが、あまりに多くの現役、元外交官が関与していたことから、立憲トロップは部下の外交官を適切に投与できていないのではない、との疑念をヒトラーに抱かせる結果となった。7月20日以降、 一辺トロップは、新衛隊と連携して、外務省内の陰謀家団者のパージに努めた。新衛隊と共同でなされた、もう一つの成果は、ハンガリーで密かに、数軸陣営からの離反、単独停戦を模索していた、セッションホルティ・ミクローシを、1944年10月15日の、クーデターで解任したことであった。ベルリン陥落直前の1945年4月20日、 リッペントロップはベルリンで行われたヒトラーの56歳祝賀パーティーに参加した。これが彼がヒトラーに会った最後となった。パーティー後にリッペントロップはヒトラーと会談を持とうと試みたが、退けられている。終戦時に彼はヒトラーの後継大統領カール・デー・ニッツによって職を解かれ、潜伏するも6月14日ハンブルクにてイギリス軍に逮捕された。 その時彼が所持していたのはイギリス首相、ビンセント・チャーチル、リッペントロップは1945年のこの時点にあってもチャーチルのファーストネームを知らなかったにあてた知り滅裂な手紙であり、そこではイギリスの外交政策が反独的であることへの批判、ドイツの東半分をソ連軍が占領していることへのギリスに対する非難などが連ねてあった。リッペントロップは ニュルンベルク裁判の被告となり、すべての罪状について有罪とされた。監獄にあっても彼はヒトラーに対して忠実であった。今この時点になっても、この独房に相当がいらっしゃって、これをしろと命令されたら、また同じことを自分はしただろうと述べたとも伝えられる。後半で彼は戦時下における自分の役割を否定しようとした。 例えば彼の反対尋問で、検察側が彼が、ヒトラー、ゲーリングと共に、チェコスロバキア大統領ハーハーを敵対的行動を取るとの脅しより脅迫したと主張した際のやりとりとして以下のものが伝えられている。検察、他国の元首に対して、強力な陸軍部隊が進行する、あるいは首都空軍で空爆する、などといった、これ以上の脅迫行為はあるでしょうか 立憲トロップ、例えば、戦争になるぞ、ということもできますね。ちなみに、立憲トロップのこの発言を聞いたヒャルマルシャハとは、立憲トロップは、奴が愚か者だという理由だけで死刑に値する、とこぼしている。ゲーリングが死刑執行の数時間前に自殺したため、1946年10月16日に最初に執行された死刑囚は、立憲トロップであった。 彼の最後の言葉は、神よ、ドイツを守りたまえ。神よ、我を憐れ見たまえ。私の最後の望みは、ドイツが、自らの運命を認識することと、平和のために、用の東西が互いを理解し合うことです。世界が平和でありますようにだった。自殺したゲーリングを含むリッペントロップら11人の遺体は、アメリカ軍のカメラマンによって撮影された。撮影後、木箱に入れられ、 アメリカ軍の軍用トラックでミュンヘン郊外の墓地の仮葬場へ運ばれ、そこで焼かれた。遺骨はイーザル川の支流コンベンツ川に流された。米軍の捕虜になった際の交流記録によると身長は178センチである。ニュルンベルク刑務所付心理分析官、グスタフ・ギルバート隊が海底前に、 被告人全員に対して行ったベクスラーベルビュー成人知能検査によるとリッペントロップの知能指数は129であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。